よし、どうすか、ホテル Wi-Fi なんですけど、これペペさんっす。こっち今ね11時っす。連れてかれたよお前、マジでだいぶ疲れたよ。いやマジ税関で止められてさ焦ったよ。何しに来たんだって、サイトシーイング、サイトシーイングって言って、エボリューション、エボリューションって、おお鉄拳、ああ、ストリートファイラーって言って、ああストリートファイラードゥーラック寿司みたいな、まあ何言ったか分かんないけど寿司って言われたら、うんうんうん、アイラック寿司、アイラック寿司って言って、じゃあなんか、あはあ、あ寿司寿司って言われて、こうやってやられたの、こうやってこうやってやられて、おお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 謎だったよ。意味わかんなかったよ。いや俺今俺めちゃくちゃ体調いいんだよね。疲れたなと思ったけど着いたらすげえ元気になって。何時間ですかねトータル。あそこでだって日本出たのが夜の7時っすよね。落ち着いたのが夜中11時でしょ。10時半ぐらいか。10時ぐらい。20時間だって。あれだけど20時間だそうです。でっけえホテルだろう。ちょっと廊下見していい？ちょっと廊下マジです。ちょっと廊下すごいんだよ。あと見てこのでっけえ鏡、でっけえ風呂。あとちょっと廊下見て、廊下すげえんだ。廊下すげえから見て。やばくね？それそば食っていいですか？どん兵衛行きますわ。さっき鍵もらうためにさ、伊藤さんの部屋行ったじゃん。ケイスさん口開けて寝てたらやっぱあーとか言って俺さ返事してんのかと思ったんだ普通に寝てたわ。あー普通に寝てたよね、あーあーつってケイスさん起きてるなと思った。いつものことなんだよ。スープがおついにいただけるんですか。これ着てた方がいいですよね。うん、ユニフォームだそうです。どんだけスポンサー多いんだ。どんだけ多いんだよ。あと、ありがとうございます。ね、壇上に行ってもらって。したら俺プロゲーマーになっちまうかな。絶対ならないけど。絶対嫌だけど SF で出てもらうことになるね。絶対嫌だけどね。いやだマジちょっとね日にちに余裕があってよかったわ。ちょっとメガネか。ラスベガスでさ飯食ったんよ。ハンバーガー4人分ぐらいとフライドチキンとポテトみたいな6人なんだけど3万6000っす。ペペさんのおごりっす。ただっす。さすがにビビったね。ジュニアたちが結構なるおなるで待ってくれてたから、うん、で今飯食ってますっていうから、まあじゃあなんとしたカフェぐらいだろうから、うん、まあどうせ1人1200円ぐらいだろうと高くても1000円は高いなと思ってたんだ、うん、まあええやとチェックプリーズって言ったら210ドルよね。1人6000っす。バカバカ。こっち何でも高え。そう、このどん兵衛の方がうまいっす。俺これ OK で買ったんですけど120円ぐらいですよ。これ開け込みたいんだよね。だから初日俺朝一から行くわ。ああはい。金曜日だから7日12日とかでしょ。わかんないっす、見てないっす。12時っすか。
鏡全く見てないです。お前何しに来たの？お前ドンベイ君に来たの？アメリカでドンベイ君に来たんですよ。そりゃそうでしょ。ペペさん、前はさ、ペペさんにそういうこと言われてもさ、まあ、田中をペペさんがなんか冗談言ってるなって思ってたの。いざ同じ今チームに入ったじゃないですか、ちょっとなんかマジっぽい雰囲気に聞こえるからちょっと怖ドキッとするんだけど今なんかえそれ査定に響くのかな、なんかやる気見せた方がいいみたいな、査定俺じゃないの。あ、そっか、査定は上崎さんだよ。あ、そっか、だってナロワへの提示条件、ナロワさ、その条件良くないとあんまもう今考えてないっすわみたいな感じ言ってたじゃん、はい、その無職の時にさ、はい、で俺も上崎さんにそう言ったじゃん、言ったんよ、うんって言われた上崎さんとの条件が俺引くぐらい条件良すぎて、いやマジでいいっすからね、あんま言いたくなかったもん。ああ俺に？なんでよ別に言えばいいじゃん、別にいいじゃん、何これ、何これ、いいじゃん別に言えば。行きますか。行く？え、疲れてるんですか。何しに来たんだよ、エボニー。何しに遊びが好きたんだよ、ベッドで寝るだけか。え、もしもし梅崎やめとけっつんだよもしもしノブくん、よし、行こう。あれ、カズキ、これ俺の？はい、俺、スマホケースに入れたっす。それ、え、なるほど、もしかしてユウはジーニアスでしょ、うん、頭使ってくださいよ、まったく、何歳っすか。たく、本当に俺がいないとダメなんだから。本当に書いてやるよ俺がさ、みんなもうやばいじゃん、ペペさん時間ないっすよ、乗り継ぎっつって中でもう英語のごとく、いや俺ナロ待つよっつっていやで俺がそれで連絡取ろうと思ってこれちょっと見て、俺これ、ま、マジでこうやってこれ連絡取る、スマホいじってたのよ、うん、連絡しなきゃと思って、じゃあ肩ポンポンって「ノーファン!ノーファン!」とか言って「来ない人来ない人!」とか言って連絡連絡ノーファンノーファンとか言って何これみたいな、いやかなり壮大なドラマあって、いやマジ壮大なドラマ、俺もマジで戦ってましたから中でこそこそ、お前ほんと中学生の時みたいなすげえアメリカって感じすんな、これマジアメリカだないや練習は一人じゃできん、もうみんな今日は疲れたって、まあそりゃそうよね、今日来たからね、俺逆になんかちょっと元気になっちゃったんだよ、ついてストレスから解放された感、まあすごいストレスでしたもんね、めちゃくちゃス、俺マジで俺マジで全然イライラしないですけど、別室だけはスーパーイライラしたっすわで電話使えないとお前連絡できねえだろうと思って、じゃあ俺4時だからさ、ああ4時予定だったじゃないですか、そうだね、40ディパーチャーとかって言って、14はダメだ、ダメなんだ、14は14ですあ、え、そういうこと、はい、なんか、ああ、オッケーオッケーオッケーとか言って、オッケーじゃねえよと思って、そういうこと、だとそりゃそうだな、4時だと60です、60なの、なんなら16時です、そりゃ何にも伝わってねえよだから4時に出るっつってんの俺と思って40ディパーチャーとか言って、うん、オッケー14ウェイウェイウェイとか言って、いや待てねえっつーのとか言って、そういうことか。